皆さん、こんにちは、アンチョビです。はい、今日はね、ちょっとこの画角から失礼します。というのも、ちょっとね、今日、お仕事をお休みしまして、ちょっと病院の方にね、行ってきたものだから、ちょっとだいぶくたびれてしまいまして、そうそうそう。まあ、そんな感じで。あのね、もう机、いつもね、撮影してるところの机をね、出すのも、疲れた。ということで、この画角です。多分ね、いつもと違う画角なんで、ちょっと見づらさが、あるかなと思うんですけど、ご了承ください。で、今日は、あ、やばい。あの本を持ってくるの忘れた。ちょっと待っててくださいね。はい、戻りました。本2冊をね、ちょっとご紹介するんですけれども、まずはこちら。画面上だと光ってて分かりづらいかなと思うんですけど、こちらですね、そのもので編む冬の編み物。こちらの本はね、ちょっと、気に入ったものが複数ありまして、このうちのね、一種類を編みたかったんですよ。何番だったかな？ちょっと待ってくださいね。こちらのね、ベストを編みたかったんですけれども、ちょっとね、私、やらかしまして、やらかしちゃったんですよ。毛糸をね、間違えたの。そう。毛糸を間違えてしまって、そのものアルパカウールっていう毛糸、皆さんご存知の方も多いかと思うんですけれどもね、浜中さんの。それの、通常のタイプを買うはずだったんですけど、私そのものっていう毛糸について全然、詳しくなくって、そのものアルパカウールの波太を買ってしまったんですよね。そう。通常のタイプって波太じゃないんですよね。波太よりも太い毛糸になっているのかなと思うんですけど、そう、波太を買ってしまいまして、全然ゲージが合わないなって思ってたんですけど、まあ、それが原因でしたね。珍しくさ、スワッチを編んでゲージ取ろうと思ってさ、水通しもんしたのに、あれなんか違うなぁと思って、ちゃんと調べてみたら、そのものアルパカウールのね、波太じゃなくて、アルパカウールまで書いてあるやつ、波太って書いてないやつを買わなきゃいけなかったんだけど、間違えてたね。でね、どうしようと思って、10玉ぐらい買ってしまったんで、もったいないなって思って、そう、それでもう一冊先にね、ちょっとちらっと見えてたけど、この形のニット、こちらね、ずっと前から、ずっと前から気になっていて、買おうかな、どうしようかなって悩んでたやつなんですけど、ついに買いまして、そう、今年のね、どれぐらい前だろう、もうつい最近買ったんですよね。これのね、で、この中の、なんか、同じような糸のゲージと、指定号数で合うものないかなって探してたら、ちょうどいいのがあって、こちらですね、こちらの、B のタイプですね。C だと太い糸を使用するので、B のタイプ、赤いモデルさんが着てる方を編むことにいたしまして、はい。そんなわけで、今、それをね、編みながら、お話しさせていただきます。もうね、ひたすら、同じ編み方になるので、おしゃべりしながらできそうなんで、今日はそれを編みながらお話ししていきます。はい、じゃあちょっと本を置いときましょう。で、今日撮影しているのが10月の31日、ハロウィンですね。
まあちょっと動画撮影しているのがハロウィンということでちょっと許していただこうかなと思うんですけど、公開日は11月何日だろう、1日か2日になっているのではないかなと思うんですけど、はい、ちょっとねまだ私が撮影しているのが10月31日ということでハロウィンなんで、お許しをいただこうかなと思うんですけど、はい、じゃーん、かわいいでしょ。これディズニーランドで買ってきたやつね。これに、なんかね、ここのところ天気が崩れてて雨の日があったりしたんで、ちょっとね、毛糸をこれに避難させておりました。そう、ここにもね、かわいいでしょ、これ。めっちゃかわいいよね。この、ディズニーランドのこれにね、なんだっけ、チョコ？クランチ。クランチが入ってるんですけど、それがね好きでして、今回ハロウィンバージョンね、ランドに行った時ハロウィンバージョンだったんで、もう絶対買うと思って。そう、クランチって私も好きだし彼氏さんも好きなんでいいじゃんって感じで、ここにもねいるんだ。そう、かわいいよねこれね。クリスマスバージョンとか今年もあるのかな、ちょっとわかんないんだけど、あー、クリスマスバージョンもちょっと欲しいから行きたいけど、ちょっとねね、ちょっと人混みがすごそう。あ、でも行けなくもないんだよね。そう、行こうと思えば行けるし、なんかお土産買うだけならまあ行けなくもないか。そうね、早速ちょっと編みましょう今ね、2玉目になっております。2玉目ね、色は、あ、やばい、帯をね、帯まだこれからいっぱい出るやと思って捨てちゃった色合い、今画面上ちょっとね、こっち側にライトが、天井のライトがあるんで光具合がね、なんか白いんだよね。これ何色、本当はね、きなりっぽい色なんだよね。では、早速ね、編んでいきましょう。その前に、ちょっと、出だしからいろいろとわちゃわちゃ喋ってしまって、喉が渇いたので。はい。今日はね、無印良品さんのマサラチャイを入れてきました。このカップがすごく可愛いんだけど、真上から撮影してるから絶対見せらんないね、こぼすいただきます。あ、美味しい。この無印良品のマサラチャイ大好きなんだよね。はい、ではね、ここ1週間ぐらい何してたかなって感じなんですけど、まあランドも楽しんだり、あと何してたっけ、もうひたすら引き継ぎしてました。ちょっとね、いろいろあって、新しい公認さんに引き継ぎを教えていたわけなんですけど、まあ期間がだいぶ短いということで、私から引き継げるところと、もうあとはちょっと社員さんとか私の後輩ちゃんにね、お願いする感じになってしまう感じですね。まあそれはさておき、そう、今日ね、一番最初の方に行った、今日は病院に行ったっていうお話させてくださいね。痛い話が苦手な方はちょっと、何分か先のところまで飛ばしてください。はい、ではね、今日病院に行ってきたんですけども、整形外科に行ってきました。整形外科ね、で、事の発端は今週の金曜日、あ、金曜日じゃない今日が金曜日だ、あ、金曜じゃない、明日が金曜日だ、危ないそう、今週の月曜日だから、何したっけな、今日28日か。そう、28日の月曜日に、私ね、
とても恥ずかしいことに、クローゼットの中にある棚の上、もともと設備としてある棚上のね、ところの荷物を下ろそうと思ったんですよ。編み物をね、入れる袋を取り出そうと思って、それが入ったケースを下ろそうとしたんですよ。で、その時に、まあ、お察しの通り、我が家にはちょっと脚立がないんで、まあ、あのね、いつも使っている折りたたみの椅子を脚立代わりに使いまして、そう。で、ちょっとね、仕事でね、いろいろメンタル的にも疲れたっていうのもあって、普段、めったにないんですけども、その日はね、椅子から落ちました。そう、バランスを崩して、そう、落ちてしまったんですよ、椅子から。すいません、今、ブチってなっちゃったかも、編集で。咳込んじゃった。そう、まあ椅子から落ちまして盛大に。うちのクローゼットって決して広いわけではなくて狭いんですよね。狭くって、で、折りたたみの椅子、普段ならね、バランス崩しても、なんだろう、まあ転ぶことはない、落ちることはないんですけど、まあその日なんかもうだいぶ疲労が溜まってたんでしょうね。落ちた。落ちたね、盛大に。しかもさ、お尻からとかじゃなくって、狭いもんだから、椅子、まずバランス崩して、椅子がね、倒れるでしょ？で、そうすると、次に何が起きるかって、私の、下半身が椅子にぶつかるわけですよ。倒れた椅子にね。で、その後に、まあ、上半身が、崩れて、みたいな感じだったんですよ。まあ、そのおかげで、私のね、腰というか、どういう部分？なんか、ここ、この、座った時に、あ、ちょうどね、この辺、あ、ちょうど、ここ、ここね、ちょっと、わかりづらいんだけど、この辺がお尻で、で、ここら辺が太ももの、なんだろう、境目。で、ここ、ここ、ちょっと待って。痛すぎてもわかんない。あ、ここ。ここが、なんだっけ。太ももの付け根。この辺です。この辺。もうね、ちょっと写真とかは、さすがに痛すぎる感じの様子。なんで見せられないんだけど、そのね、ぶつけた次の日は、わあ、あざできたな、みたいな、そのうっすらね、ああ、また見たくなったな、みたいな感じだったわけ。なんだけど、日に日に、あれ、なんか色が悪くなったな、とか。で、あげかの果てに今ね、内出血したのか、あざというか、まあ、10センチぐらいにまで広がってしまって、それがね。で、彼氏さんにね、彼氏さんちょっと夜勤があったから、夜勤の彼氏さんに、今日こんな様子だったって言って写真をね、撮って送りつけたの。そしたら、病院行かないとダメだよって、エッセしちゃうか、よし、エッシュにね、なっちゃうかもしれないよって言われて、ああ、確かに、と思って。絵師なんかになっちゃったらさ、大好きな毛糸をね、見に行くにも大変だっていうのが頭にあったから、あ、そっか、と思って。それでね、やっと病院行ったの。そう、最初は、来週中まで痛かったら、さすがに病院行こうかなって思ってたんだけど、それを言われたからさ、怖くなっちゃって、急に。やっぱりさ、毛糸を実際に見て買ったりさ、イベントがあったりしたら行きたいじゃない？だからさ、意思したらさすがに困るって思って
でもなんか自分のさ生活中心がさ編み物だからさ、そんな風それ言われてやっとさハッとしたわけよでやっとまあそんな感じでやっと重い腰上げて今日整形外科で見てもらいました。もう本当はね外科で見てもらった後に出社しようと思ってたんだけど、まあ、なぜね家から遠いので、出社しても全然勤務時間ないわっていうことで結局お休みにしまして、いやー久々に大きい朝になってしまいましたね。まあでもねレントゲン今日撮ってくれたんで先生とね一緒に見たんだけど、目立ったひびとかはないねっていう話で、大丈夫そうでした。ただね座ってる時とか、今体勢的に大丈夫なんだけど、なんだろう、私あぐらをかいて座ることが多いんですね。ちょっと今あぐらかいてないけど、そうするとねやっぱりその部分がちょうど当たったりして、であとは椅子の形によるかな、痛い部分に当たる椅子と当たらない椅子があるから、まあ、そんな感じで、まあ、自然治癒しかないっていうことで。なんかね、ロキソニンとか、湿布いるって言われて、そう、痛み止めね。で、まあ、湿布は彼氏さんが買ってきてくれたのがあったから、湿布は大丈夫ですって言って、で、痛み止めを一応処方してもらうかなって思ったんだけど、でも結局、そんなに痛みないしなって思って、結局処方箋もらってこなかったんだけど、で、あとね、痛みが、強くなるようだったらね、また再検査だねって言われた感じですね。今んとこ痛みが強くなるっていう感覚はなくて、ここ2日ぐらいはまあある程度同じ痛みなんか大きさがさ大きさだからさしばらく治るのに時間かかるっぽい。打撲だって、打撲ってこういうのかと思いながらちょっとのんきに、先生に、そうなんですねって、わかりましたって、ありがとうございましたって感じで帰ってきましたよ。いやでっかい打撲だなって感じですよね。大きさ10センチぐらいなんで、まあ、ちょっとね様子見ようと思います。はい、そんな感じで今日病院行ってきました。なんかねちょっと日数が空いた最初の動画でこんな話されてもって感じですけど、もうね来週からはね次の新しいお仕事始まるんで、だいぶねちょっときついんだよね本当はね1週間ぐらいゆっくりできるはずだったんだけど、そうもいかなくなっちゃって、仕方ないとはいえねだいぶきついっすね。まあでもね研修期間みたいな間はね出社なんだけど、それが落ち着いたら家でねお仕事をできる日があるっていうのは聞いてるんで、まあだいぶ今までのお仕事のね生活環境というかにはそれまでのお仕事環境よりはだいぶ気持ち楽なんじゃないかなって思ってます。私の友人もね週に2日ぐらい自宅でお仕事してるっていう人がいるんですけど、やっぱりね毎日家で仕事はきついけど、ある程度やっぱり家で仕事ができて会社に行って仕事してっていうのがあると、やっぱりね気分が違うからいいよってやっぱ教えてくれて、そう次なんてねたまたまそういう環境になるっていうのを聞いたんで、
うん。まあそれまではね、お仕事ね、今私がね公認になるんで、そうそうそう、頑張ってお仕事を教えてもらおうと思っております。うん、次のお仕事もね、同じ、なんだろう、同じ業界で言えばいいのかな、うん、のお仕事なんですけど、作業自体は全くというわけではないんだけど、まあ似たような、似てもないな関わりはある仕事、うん、って言えばのかな、今と関わりのあるようなお仕事になるので、全く作業自体は違うんですけど、すごく楽しみにしております。そういえば前回か前々回の動画でスティーブ・ウエストさんのエムカルにすごく遅れながらも参加しているっていうねお話をさせてもらったんですけど、あれからね少しずつ進めていて、でちょっと平日はね別のものを編もうかなと思って今これを編んでいるんですけど、そう、なんか土日のねお休みとかでちょっとずつね、ちょっとずつ進めていこうと思ってます。うん、いや、クルー4、クルー4を編んだ方の作品見たけど、超かわいいね、あれね。いやー、ゴーゴーダイナもめっちゃかわいいデザインが。もう一枚編みたいね、あれ。まだ、まだクルー2のね、クルー2の、だいぶ途中なんだけど、今ね、編んでるのはね。いやー、絶対もう一枚あるわ、編むね、あれ。あとね、ちょっと他にも編みたいのね、たくさんあるんですけど、やっぱり、涼しくなってきたっていうことで、秋メインで着られるものをちょっとね、編みたいなって思ってて、そうだからね、ベストを先ほどね本でご紹介したベストを編みたかったんだけどねえ、困っちゃう困るもう時々そういう風にやらかしちゃうんだよな。まあでもね、ベストね、編むつもりなので、ちょっとね色をどうしようかなと思って、最初ね、このなんだろう、きなりっぽいような白で編もうとしてたんだけど、なんか他の色でも可愛いだろうなってちょっとねふと思って、どうしようってなってます。まあこの今編んでいるやつがだいぶ時間がかかりそうなので、編むならねこれ完成させてから編もうと思ってます。あとね、他にも欲しい本があるんだけど、ちょっと本ばっかりね溜まっちゃっててね、編み込みの本をね私買ったんですよ。海外のデザイナーさんが出版され、あ、出版じゃない、発売したものなんですけど、もうすんごい可愛いんですよ、デザインが。多分ねご存知の方もいるんじゃないかなという方の本なんですけども、編み込みもねちょっとどっかでやりたいんですけど、まずはねそう、編み込みに慣れてないから、編み込み系はねちょっと小物類からね挑戦しようかなと思ってる。なんかネックウォーマーとかアームウォーマーとか、レッグウォーマー、帽子あんまりかぶんないんだけど、なんかあとあれかな、ハンドウォーマーとかもいいかも。まあそういうのでね練習して、ちょっとセーターとかでもね編み込みできるようになったらいいなって思ってます。
ちょっとね編み込みねする時もその本ご紹介しますね。あ、知ったっけ？してないわ。いや多分してないと思う。いや本当に急に寒くなっちゃって朝晩ね、うん、急いでこれを完成させなきゃって思ってる。なんか上着も悩む感じですよね。ちょっと厚着の上着だと電車とか乗ると暑いし、だからといって薄すぎると寒いし、うん、なんか今のところ長袖にあの GU のペライ感じの上着をね着るとちょうどいい感じなんですけど、地下鉄ね私乗り継ぐから地下鉄が暑いんだよね。まあ地下鉄はねこもるからしょうがないんだけど、いや本当にちょっとね長袖をもうちょっとね出してこないと追いつかないですね。なんか天気が悪い日が続いてたんで洗濯物もさ溜まりやすくて、うん、今日は珍しく晴れてたね、うん、洗濯物乾きやすかったしありがたかった。あ、どれぐらい喋っちゃったかな。あ、もう30分近く喋ってしまった。うん。まあ、そんな感じで今日は終えようかな。ちょっとね、連続で動画撮ろうと思ってるんで、この後もね、ちょっと撮ろうと思うんで、皆様ね、次回の動画も楽しみに待っていただけると嬉しいです。はい。これね、まだまだ段数必要なんで、うんうん、相変わらず私は、うん、編み地が綺麗じゃないね。結構雑いからそういうのが出てんのかな。はい、では皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回ねこの後連続で動画撮るので次回もあるので連日公開する感じになると思うんで楽しみにお待ちください。皆さんもね、風邪ひかないようにお過ごしくださいね。では、最後までありがとうございました。またねー。